こうか。おい、そんなに力を入れなくても平気だよ。ほら、軽く触るんだ。俺のぶっとい指じゃ軽く触るなんて無理だっての。戻して、線をたどって、右だ。そっちじゃない。見えたぞ、アーロイが北で見つけた、これだ。コンカッションビートパーティーとかなんとか言うんだっけか。いい音楽だぜ。アーロイ、エレンド、来てたのか。助かるよ。お前が使命を果たせなきゃ世界が終わっちまう。俺たちがこれを使えりゃ力になれる。猫の手も借りたいくらいなんだろ。まだまだ学ぶことはたくさんあるけどな。すぐにってわけにはいかないよ。たとえ時間がかかったとしても、種はいつか芽吹く。お友達のテナークスが来たわ。コターロか。あいつら人の血を飲むんだってな。猫に襲われそうだぜ。あいつはもう十分血を見たさ。部屋に案内しておいた。一人になりたそうだったから。みんな本当にいろいろありがとう。私はこれをガイアに。ああ、じゃあ俺たちは勉強を続けるよ。夢にまで記号が出てきやがる。私はあなたがブラブラしている間、ガイアと一緒に大地の神について調べていたの。私からすればあなたこそ勉強が足りないわ。ついてきて。おい、俺はその、わかった。ああ、タラナーに伝言伝えたぞ。探してたオセラムの野営地に向かうって言ってた。こっから南西だ。このフォーカス、俺を殺す気か。ビールの中に落としてただろ。わざとじゃねえって。いや、いや、いい場所だな。私が作ったわけじゃないけど。まあ、俺たちを呼ぶのをためらった気持ちもわかるぜ。正直大事だしな。でも心配すんな。俺に任せとけって。ああ、少しお前の力を貸してほしい。テナークスの逆賊絡みだ。それとオセラム絡みでもある。本当か。厄介そうだな。何でも俺に言ってくれ。もう慣れたか。バールが施設を紹介してくれてるよ。言葉に詰まってない時はな。あいつガイアかウタルの新入り女がいるとすぐに孫つきやがんだ。ヴァンガードは大丈夫か。お前がここにいたら指示を出せないだろう。メリディアンには伝令を送っておいた。救世主の手伝いをしてるんだから、アバードも文句は言わんだろうさ。バールにフォーカスをもらったんだな。俺がつけてもお前みたいに似合わないけどな。たくこいつはすげえ代物だな。イニシエの世界の終焉とかいろんなことがわかる。まだ理解が追いついちゃいないけど、お前が三王国で俺の姉貴をどうして探し出すことができたのか分かった気がする。なんとなくな。俺でも物知りになれるだろ。時間はかかるけれど、まあ。ところで、あのテナークスにも会ったんだろ。あいつ無口だな。血の気の多いイカれた部族かと思ってたが、噂と真実は違うものだ。ああ、お前の仲間なら俺も信用するぜ。タラナーが来たんだろ。すぐいなくなったけどな。一杯くらい飲んでけいいのによ。カージャの中じゃ話せるやつだが、今は他にやることがあるみたいな感じだったな。私たちの相手について理解したか。正直、他の星から来た連中だってバールが言い出した時は木の実の食いすぎでイカれたかと思ったよ。
でもお前のおかげでこういうことにももう驚かない。物騒な連中みたいだな。ああ、そうだな。オセラムの武装集団を見つけたんだ。プロメテウスの民と名乗っている。そいつらは逆賊のために機械をオーバーライドしてるみたいで。あれができんのはお前だけだろ。奴らには知識があり、カージャとも敵対している。去年はデルバールとその手下が赤の動乱の復讐をするためにメリディアンを爆破しようとして、今度は別のオセラムがカージャの抹殺を企んでるってか。機械の軍団とテナークスと一緒にだと。ああそうだ。たく何なんだ。奴らの正体を突き止める方法はないか。なんとか見つけ出して止めたいんだ。なあ、チェーンスクレープに伝言を送ることはできるな。クレイムと連絡を取って調べておく。助かるよ。あ、それとプロメテウスの民について何か分かったら連絡する。こっちもな。私に言わせると、古のものは家畜を消費しすぎ。ウタルみたいな人もいたみたいだ。ベジタリアンって名乗ってたし。これ読む限りでは古の者たちはチョコレートってのが大好きだから。エレンドとコターロのものが運び込まれてる。ダメだ、ガイアがアクセスを復旧させるまでは開かない。誰かがここに手を加えたみたいだ。アーロイ、そこはあなたの部屋です。一人の空間が欲しいだろうとあなたの仲間が考えて。それはありがたいな。ずっとエリザベトのペンダントを持ち歩いてた。でもしばらくここにいることだし、置いていった方が安全かもな。エリザベトはガイアを心から信頼し、ガイアは私を信頼してくれている。もし私が副次機能を回収し、ファーゼニスを倒し、世界を癒せたら、エリザベトも誇りに思ってくれるかな。私の槍だ。ロストと訓練の後、一緒に作ったんだったな。ずいぶん昔に感じる。ハデスの試験場の後、バールに助けられたけど、一瞬ロストかと思った。私がやろうとしていることはきっとロストには理解できないだろう。それでもここにいてくれたら。階段でファシャーブからもらった通行許可だ。感じが良くて誠実なやつだった。故郷に帰るのを楽しみにしてたな。レガーラが階段を襲撃し、勇士たちが不意をつかれて次々と殺されていった。聖なる地での試練の時に起きた虐殺を思い出す。多くの命が意味もなく失われた。やめとけよ。
部屋の感じが変わったな。何かしたのか？はい、あなたがデータを得た機械論をトラッキングできるように改良しました。アロイ、調子は？どうやらいろいろ質問がありそうだな。いや、敵についての話は聞いたぞ。そしてここの写しへ、あのガイアという存在にもあった。それとこのもらったフォーカス、まあまだよく分かっちゃいないが、学ぶ準備と戦う準備はできている。心強いな。お前はもともと空の一派の一員で、巨壁に住んでいたんだろう。そうだな。それだけか？わかった、話してやる。親が一派の争いで殺され、俺は軍隊に育てられた。成長した俺は優秀な戦士として知られるようになり、テコーテは俺に興味を持つようになった。奴と共にカージャと戦い、軍隊を率いて恐れの谷さえ登った。そして俺が照度の光の門を東から開き、砦を落とすことができたのだ。それは噂になったろうな。まあな、英雄として凱旋でき満足だった。なぜ離れた？勇士になったからな。なぜ空の一派を離れて勇士になった？テコーテが俺をカルラットに送り込んだんだ。奴の言うことなら何でも従った。父親のように思っていたからな。俺を恐れる奴の眼差しにも気づかずに、奴は司令の座を奪われるのではと恐れていたのだ。俺は照度の光の英雄だったが、奴には脅威でしかない。あれ以上の地位を俺は決して望んではいなかったというのにな。なぜカルラットに送れば脅威でなくなると考えたんだ？もしも俺がカルラットを生き延びられれば、一派を捨て部族全体に仕える身となるからな。そうなれば司令に挑むことも不可能になってしまう。照度の光の勝利の後、テコーテは皆に言った。俺のような良き戦士をヘカーロの勇士として仕えさせないのは身勝手であると。俺に一派を離れる気がないのを重々承知した上でな。追放さ、名誉に見せかけてな。そうすれば拒否などできはしない。だから一派を捨て勇士になったんだ。お前も苦労してきたんだな。気にするな。当時は辛かったが、勇士になってよかったと思っている。巨壁にいた時に衛兵が話してたな、天の翼のこと。ヘカーロもカルラットで言っていたし、デッカも言ってた。何なんだ？樹海の写し絵に記されているんだ。天が翼を持った機械に乗り、そして戦場へと舞い降りる姿が、それを持つことは究極の武勇の証とされているがゆえ、カルラットの挑戦者は闘技場に飛び降りる。幼い時は幾度も夢に見た。空を舞う自由と、それが生む畏敬の念をな。お前が私たちに加わると聞いてヘカーロは何て？お前は樹海で逆賊を倒し、
部族を団結させた。そのようなものに使えるのは当然だと。そうか、最高の勇士を預けてくれたことを光栄に思ってる。そうか。何を見ているんだ。フォーカスの記号の見方をみんなが教えてくれた。それでお前が使おうとしている武器について理解しようとしている。要はヘファイストスはガイアの命に従う機械を作り出せるのか。ああ。何体だ。いくらでも好きなだけ。そんな力想像もつかんな。私たちが戦う敵について何か聞きたいことは。正直言って信じがたい存在だな。天から来て、しかも無敵だと。今はな。戦略はお前に任せる。とにかく存分に戦えれば俺は満足だ。仲間のことはどう思う。まあ戦う意欲はあるようだな。正直その中にウタルがいたのは意外だったが、農民はそもそも戦いに向いてない。この拠点を守っていた機械を倒したのは彼女だけどな。そうなのか。考えを改めねば。もう行くよ。部族の様子を見に行きたければ遠慮するな。出入りは自由だ。分かった。お前に天の加護を。ここも随分賑やかになったな。ああ、お前が手に入れたデータは全部ガイアが、ほら、アーカイブした。お前がくれたフォーカスで、俺たちはみんなデータにアクセスできるし、それで勉強もできる。もしもの時、力を貸せるようにな。そうか。助かる。コターロとはもう話をしたんだろ。階段で犠牲になった人への哀悼の意を伝えたくてさ。あんな風に機械と戦うやつは初めて見たって言ったら、戦士としての役割を果たしたに過ぎんって言われてさ。母さんと話してるかと思ったよ。テナークスとノラの団長がこんなに似てるなんて意外だよな。タラナーはまたすぐに行ったのか。行っちまったよ。アマディスが一体何をしたのか気になっちまったよ。それについては話さないんだ。いろいろあったんだろうな。時が来れば話してくれるさ。みんなフォーカスを使えてるか。まあ悪戦苦闘はしてるけど、特にエレンドが悲鳴を上げてる。でもオセラムは粘り強い部族だしな。みんなはどうしてる。なんとかなれようとしてる。辛抱強くやってるよ。ゾウとの学習はどうだ。ちゃんと真面目にやってるよ。一応な。彼女は俺より先に記号を覚えたし、だったら教えてもらう方がいいだろ。だよな。何か読んでいたのか。お前がノラの大地や母なる山で集めたログに目を通してたんだ。まさか俺の祖先がアポロの知識も持たずにあの山に閉じ込められてたなんて。ファロのせいでな。ああ、ようやく外に出て世界を見たときは、その美しさに驚いたと思うよ。ろくな知識もないだけに、怖い気持ちもあっただろう。そこからノラが生まれたなんてな。ゼニスについて勘違いしてた。奴らの船は途中で爆発なんてしてなかったんだ。より良い未来を築くっていう奴らの主張は嘘だったわけだし、どうせ船についても嘘をついたんだろう。たださ、他の星に住み着くなんてな。あいつらには傷一つさえつけられず、危うく殺されるところだった。でもガイアは再起動できただろ。ヘファイストスだってきっと何とかできるさ。そうだといいんだけどな。留守の間問題なさそうか。エレンドが同じ音楽を何度も何度もかけるのさえやめてくれたら、多分
平気だよ。バールはお前と学べてよかったな。一人だと大変だし。歌の平原には戻ったか？まだ帰ってない。みんなに何と言えばいいのか。そもそも私はウタルの声に疎まれているし、私たちがファーにしたことを理解できたとしても、ここにあるものをすぐ受け入れるのは無理ね。だから今のところは部族と距離を置くしかないの。友人のタラナーに会ったんだな。そう、カージャのカリウドね。あの鎧を見たのは赤の動乱以来だけど、彼女も凶王に苦しめられたんだってバールが教えてくれた。ああ、タラナーは信頼ができるカージャだ。コターロとは話したか？ほんの少し。デナークスはよそ者に興味を示さないから。だから彼を仲間にできたあなたはすごいなって。ガイアとはどんな話を？ああ、彼女から古のものの歴史についていろいろ教わっているの。彼らの崩壊と、それにガイアを作ったエリザベトの話とかも。あなたが彼女だったと知って驚いた。生まれ変わりなんでしょ？よく理解はできていないけど。エレンドとも打ち解けられたか？もちろん。彼はバールの友人だし。騒がしいのがたまに傷ね。今何を？ガイアが古の者が使っていた記号の一覧を作ってくれたの。それにあなたがこれまで集めたデータの解読ができるようにフォーカスの使い方を教えてくれていて。簡単ではないけど、なんとかやれてる。ならよかった。だいぶ慣れたようだな。ガイアからこの施設について聞いた。テラフォーミングシステムというものが復活した暁には、大地の神々のようにこの星を育てるって。そんな施設がこんなに無機質だなんて変な感じがするけど。ガイアからゼニスについて何か聞いたか？聞いたわ。にわかには信じられなかったけれど、夜空の星々の中にも人が生きてゆける場所があるなんて、すごく感動的なことなのに、その人間が私たちのことを滅ぼそうとしてるだなんて。ウタルはテナークスのような部族が近くにいるのに、どうやって平和を維持することができてるんだ？近づかせないの。ウタルの豊かな作物をテナークスは羨ましそうに眺めていた。でも歌の平原の大皿が砦となって、寄りつくことさえままならないから、結局協定を結ぶことに合意したの。ウタルは毎年収穫物の一部をテナークスに提供し、そして彼らは経験豊富な古参兵を一人戦闘の指南役として手放す。この慣習は大厄災の後に亡くなった。でもまだ残っている古参兵もいる。私も会ったことがあるよ。気になっていたんだ。お前はあのウタルの声とあまりうまくいっていないようだな。私は二度にわたって彼らの行いを真っ向から否定したんだから。当然ね。ウタルの平原に侵攻してきたカージャは村を攻撃するだけにとどまらず、畑を焼き尽くし、民を奴隷にした上、メリディアンまで歩いていけない者は殺していった。三王への生贄か。癒し手を手伝いながら、私は押し寄せる難民を見ていた。その時ウタルの声は一枚岩でもなく、ある者は戦いを望み、またある者は大皿の中にこもり、これまで通り耐え忍べと。
そんな中私は死者の種を埋め続けた。辛かったろうな、土地を蹂躙され苦しむ民を見続けるのは。私は歌の平原近くの村の出で、祖母はそこで育たぬ種はないとよく言ってたわ。癒しての修行のために大皿に移住したけど、赤の動乱が始まり帰ろうかと思った。でも毎日負傷者が運ばれてきて、その対応に追われ帰れずにいた。ある日、自分の村が夜にカージャの襲撃を受けたっていう知らせを聞いて、癒してたちと一緒に急いで村に戻ったけど手遅れだった。あの焼けた肉の匂いは忘れられない。そうだったのか。村から戻ると、私はすぐにウタルの声に会いに行き、侵略者たちと戦うことを要求したわ。でも拒否された。だから一人で戦おうとした。たった一人でカージャと戦おうとしたのか。そうよ。でも私は一人じゃなかった。ウタルの声に私が異を唱えたという話は一気に広がって、気がつけば十数人のウタルの戦士が共に戦うと言ってくれた。カージャと正面から戦っても勝てはしない。でもここは他でもない私たちの土地だから、敵部隊を待ち伏せしたり補給線を断ったり夜を狙って襲撃したりした。それは厄介な存在だったろうな。テナークスにも一目置かれて、カージャを東に押し返すとき私を仲間に加えてくれたの。そして焦土の光まで追い返した。テナークスがカージャを破ったとき焦土の光にいたのか。テナークスの勇士が恐れの谷の崖を登って背後から奇襲を仕掛けた。次の瞬間門が開かれ、全部隊が中へなだれ込んだわ。その後の光景はあまり思い出したくない。激しい戦闘が収まった時、あの匂いがした。人の肉が焼ける匂いが。敵は駆逐され、私は残った者たちとウタルに帰った。ウタの平原に戻った後、実りある収穫が巡っても私の心は戻ってこなかった。その時に祈り手になった。ええ、苦しむ者たちを慰めることで自分も癒せる気がして、そしてあなたに選択を迫られた。死者のために祈り歌い続けるか、皆を生かすために戦うか。そして立ち上がってくれた。よし、そろそろ行くよ。なら私は学習に戻る。